おはようございます。おはようございます。今日はアイちゃん友達がベルンからベルンの方から2年ぶりに会えるキホちゃんだけでましょうか。なんで、こんな感じになってます。バーベキュー、それと ドローンのこれ何でしょう何でしょう。基本的に僕が使ってるドローン自体はあの携帯だけで操作でき、一応この携帯だけで操作できるんだけど、このリモコンをつなげるとその飛行距離が最大 1.2 キロという一応オフィシャルの説明があって、高さも高度もかなり出せるっていうんで買ってみました。だから今そのテストを今日ちょっとやりたいと思います。こんな感じで、こういう感じで、夏も終わりかな、紅葉が始まって。ラボーもう一回行きたい。そうね、ラボー、この前のワイン畑ももう一回収穫終わって紅葉が始まる頃ぐらいに行きたいね。そうね、あっという間、今年は、あのブドウ取るの早いんだって。ああ、そう、この辺に陣取るなんかやってるけどね、向こうで、奥で。あれは何この奥にね、ジュネーブの噴水が、あ、見えるかな。このあそこの木と木の間に噴水が見える。湖でスタンドアップパドルとかレジャーカヤックみたいなのやってるね。あれで川下りとかもできます、ジュネーブで。これ今踊ってるところはなんか 夜中夏場だけあの外にあのーなんて野外映画館みたいなここでかいスクリーンを作ってあのみんなで楽しめるようになってます。これは何かな、なんかミュージアムみたいな感じ。ここはいつも芝生があるけど、なんか芝生がすごいから、あれなんかここで踊ってる女性がいて、ちょっとインタビューしてみましょうDon't talk to me なんか話しかけないでって言ってるけど、じゃあみんなが来る前にそろそろ準備始めますか。こういう簡易のやつ今日持ってきたんで、じゃあちょっとアイちゃんにあげてもらおうかな。あと今日はの試みでこの2台目のカメラでタイムラプス機能を使ってちょっとうちらがバーベキューしてる様子を撮っていこうかなと思います。子供を置いても大人が、いや、楽しんでます。降りられへん助けてー怖い怖いケイ君、ケイ君、怖い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 、あー、怖い
No? But we found some. Ooh! Keiko, can you see? No.見えるよ、あそこに、ほら、ケイ君。見えた？めっちゃ遠い。するケイ君。うん。キャッチ。ケイ君キャッチするって見て、ケイ君。ケイ君キャッチするって。キャッチおいで。ケイ君。ナオ君頑張って。Have a nice day. こうやって泳いで、こうやって。じゃあ帰りますよ。じゃねー。ありがとう。またね。頑張って。これで今日のバーベキューと子供らとの水遊びは終わり。もうこれからはもう晴れへんかな。これさようかな。日曜日は。それではまたね。じゃあケイちゃんよろしく。チャオ。I made you do